て、ここで最後っと。あれ？おじいちゃん、おやつの時間ですよ。ちょっとね、変わったおじいちゃんなのよ。どうも人付き合いが苦手な人みたいで、なかなかみんなと打ち解けてくれなくてね。あ、おじいちゃん、さま、え、おやしろさま、仕分けせん、おやしろさま、あの、おじいちゃん、ひょっとして、日の見沢の人？あ、いた！聞いて、私、お嬢ちゃん、あんた日の見沢の子かい？え、あ、うん、名前は、君吉夏美。君よし、じゃあ、お三家の。あ、はい、そうです。おお、こんなところで同郷の子に会うとはのう。なんと雪具じゃ。ああ、その、いたたた。おお、すまんすまん。いやいや、あんまりに嬉しくての、こんな都会の締め切られた場所に放り込まれて憂鬱じゃ思っておったが、まさかまさかの喜びじゃわい。これもお社様のお導きかの。そういや、
夏美ちゃんと言ったかの。あんたいつこっちに来たんじゃ。私、去年だよ。おじいちゃんは？わしは今年の春なんじゃ。息子夫婦が共働きになって仕方なくここにの。そうなんだ。まあ都会じゃと何かと物入りで、息子の稼ぎだけでは苦しいからの。わしも最近足腰が弱くなったし、若いもんに面倒をかけるわけにはいかんしな。元気出してよおじいちゃん。頑張って体調戻したら、きっとまた息子さんたちと一緒に暮らせるようになるよ。そうかの。そうだよ。最初は寝たきりで元気なかったけど、一生懸命リハビリして歩けるようになって、お家に帰った人も大勢いるんだから。だからおじいちゃんも頑張ろうね。ありがとうな夏美ちゃん。あんたいい子じゃの。おじいちゃん、これから3時のおやつだから一緒に行こうね。ん？ああ、いや、わしはあまり甘いものが好きじゃないんだが。ダメだよ。おじいちゃんはここに来てまだ日が浅いんだから、みんなとも仲良くしないと。これもリハビリの第一歩だよね。おじいちゃん。なんじゃ。そのさっき、どうしたんだね。うん、なんでもないの。それじゃあ行こ。お疲れ様でした。お疲れ様、夏美ちゃん。今日はありがとうね。これは夏美ちゃんへのご褒美よ。畠山さんのお世話をしてくれたことのね。そんな。それにしても、どんな魔法を使ったの？あの畠山さんと仲良くなれるなんて。
緒です。遅くなっちゃったかな。今年で20年目だって言ってたしね。だから父親の朴念仁を娘がフォローしてあげます。なんちゃって。それに、あれ？君吉。東堂くん？どうしてここに？ああ、いや、そのスケッチの帰りに。君よし。あ、その、あ、あら、君よしさん。今日は畠山さんのお世話、お疲れ様。
気をつけて帰ってね。しかし千里、本当にいいのか？ん？何が？さっきの約束のことだ。もう少し考えてからでも遅くはなかったと思うんだがな。それに明日でなくても週明けに学校でやれば済んだ話じゃないのか？ダメだよそれじゃあ。面談の日程が発表されるのは月曜日だけど、その日いきなり開始って子もいるんだしさ。特に夏美は地方からの転入組で成績以外でも目立つからね。あの担任の性格だと一番気合の入った初日に持ってきそうな気がするんだ。あの担任とは随分な言いようだな。確か尾形という名の先生だったと思うが、ひょっとして気に入らんのか？それもないこともないけど。尾形先生って去年から進路指導の担当になったんだけど、なんか全校の合格率上げることばっかり考えてる先生でさ、生徒にはあまり冒険させないっていうか、堅実なところしか受けさせないんだよ。一人一人の進路志望なんてほとんど無視だから、先輩の話だとこれから頑張ろうって思ってる子にまで、あなたのレベルだと大学はこことここってバッサリやっちゃってさ。あれって夏美みたいに真面目にやってる子には結構きついと思うんだよ。まあそれはそうかもしれんが、明日は千里が楽しみにしていたコンサートがあったんだろう。何ヶ月も前からチケットを手に入れて、昨日の晩も話していたじゃないか。そうだっけ。まあ来日するのも今回限りじゃないみたいだし、次の。それにユミものすごく行きたがっていたのに抽選外れて落ち込んでたから、彼女に本を売って一石二鳥ってとこかな。そういえば、夏美さんでいいのかな。最初見たときは、私も少し驚いたよ。あまりにも似ていて。そう？しんすけから話を聞いたときは、それほどとは思わなかったんだがね。歳は違うが。
お前にしては珍しく、知り合って間もない子に随分親身になってあげていると不思議に思っていたんだが、そういうことだったんだな。違うよ、父さん。あの子は、いい子だから。それだけ。本当に、それだけ。お前の気持ちはよくわかる。わかっているつもりだ。だがな、千里。父さん。すまんな。つまらないことを言った。いいよ。そうだよ。あの子は夏美。私の大事な。